はい、夜のショルダーシャックチャンネルです。今どういう状況か説明したいと思います。ここ見てもらったら分かるんですけど、何なんですか？これ動画でよく出てくるじゃん、このドリル。これ、はい、もうこの僕の長年使っていたドリルが動かなくなりました。なんで？これここは光るんだけど、握ったらギュッて、ほら光るね。回らんくなりました、これが。なんで？大事に使ってなかった。いやでもこれ結構で使っとったけど、もう何年も。何年？5、6年ぐらい使ってた、ずっと。おー、もう結構だけドリル穴開けたり、スポークこれで締めたりもしたし、あの作業台だってこれで作ったんやけどね。てかドリルそれしか持ってないもんね。それしか持ってない。これでいろんなもの穴開けてきたけど、あとまあ磨いたりとかもしとったけど、ついとうとう動かなくなりました。だけに買ったと。そうや、よかったじゃん。買ったって言うなよ。で、いや、こいつを開けてから直そうとも思ったんよ。そんな時間あるんですか？いや、そうね、そんな時間ない。時間なくはないけど、もうそれするならもう5、6年使っとるけん、もうこいつ休んでもらおうかなと思って。だからちょっと悲しい気持ちでもあるような、なんかお疲れさんっていう気持ちもあるような、複雑な気持ちです今。プレゼントすればいいんじゃない？何を？これ、うん、これで動かんけんね。直したら使えるんだよね。直したら使えると思う、多分。ジャンク品。でもまあもうこいつは疲れたけんもういいかなって感じ、うん、こいつは一生懸命頑張ったけん。だって俺相当使ったよこれ。もうこう結構ガジガジになったもんこれ。使い方じゃない、そのガジガジ系は。いや違う違う、この狭いところグラン入れたりとか。使い方や。なんかそのあのなんか一緒にやってきた相棒がちょっと疲れちゃったって感じ、今気分的に。いや疲れたとかじゃなくて、もうしんどんじゃない。まあそうかもしれない。そんな気持ちです、いっぱいです今で。もうこいつはもう疲れたから新しいのを買いました。買ったって言うんだ。新しいのを買いました。いやちょっとどっちしても、もうそのやっぱ今はそのホットロットとかで作業が多いけんさ、どっちにしてもあの休むわけにいかんけんさ、新しいの買いました、こいつです。いいじゃん。いやでもやっぱりここの握りの感じとこの重さがちょっとまだ馴染んでないね。でも使ってみ、やっぱ新しいって絶対思う。でこの新しいやつはこうちょっと握ったらライトがつきっぱなしになります。こうやってめっちゃいいじゃないですか。前のはこの押した時しか光らなかったっけ。この暗いなーって時にこの先っぽが見えん時にこうやって合わせちゃったんや。でこれはこうだったらもう光りっぱなしになるけやりやすくなります、作業が。まためっちゃいいじゃん。であとなんかちょっと変わったらしい、ブラシがなくなったって言うとかな。ブラシ？うん、モーターってね、こういうのがついてるブラシってね、うん、でそれがこうグーンって回るんで、ここはちびるんよ、うん、よくね、うん、それで回らなくなることがあるんだけど、そのちびるやつがなくなったみたい、ブラシです。じゃあどうやって回ったんですか？分からん。ブラシがないモーターみたいな感じですね。ほー。で、棒のついてないガリガリ君みたいな感じだね。ガリガリ君やね、でもそれって。そうね、一緒なんでも棒がついてないんけ、その棒を捨てる手間がなくなる。いや手で食べない感じだよ。手が汚れる。まあそういう例えですね。でこのなんかさ、なんなん。いやちょっと寂しい気持ちがある。で今回はバッテリーが2個ついてます。いいじゃん。で前みたいに電池が切れてあーっていうのがなくなります。だってあーってなったら休憩っつって休憩しちゃったけど。まあ結構そのうちに来てくれるスナポンの人にはなんかこの数ヶ月だいぶお世話になったかなって感じですね。
映ったる。いや、足だけ映ってる。足だけ映ってる。相当お世話になったかなって感じですね。なんで、ありがとうございます。街で見かけたら声をかけてあげてください。やめてください。そのさっきも電話かかってきてね、うん、夜になりますけどいいですかって伺いまして来てくれた。だってあれだろ、ないと困るけん。そうそう、もうないと困るって言わんでもなく、もう夜でも行きますみたいな来てくれた。すごいお世話になってます。それなのになんか悩みよったん、買うか買わんか。だって高いけんね。いや、これがよね、なんてまあ1万円ならさ、じゃあ3つ買うって言ったら、なんでいらんじゃん3つ。こうやってこうやっていい、せんじゃできるかもしれんけど、予備で、まあ2つは買ってたから、ね、予備で持っとこうっつって。高いんよこれも、だって結構する。でもまあこれがなんか一番なんかいいし、かっこいいじゃん、色もアメリカって感じだし、じゃ気に入っとる。音もちょっと高くなった。高くなったね、結構響くね、うん、ウィーンだったね。前はウィーンだったけど、ウィーンだったね。上がっていくようになった、うん、ほら。分からんけみんな。まあそんな感じで、ちょっと悲しいような切ないような心強さと、え、最後その今までお世話になった相方にお別れ言わんでいい？名前とかある？こいつ？こいつ？うん、ドリル。やば。ドリルみんな振り向け。こっち？うん。今まで苦しい時も暑い時も、オープンの時も、木に穴を開ける時も、一緒に戦ってくれて、クソお世話になりました。で、終わり。こんな感じじゃなかったっけ。ワンピースってそこで終わらんけ。まだあったっけ、まだあったっけ。オーナーゼフっていう、最初に名前言ってお世話になりましたね。ミスタードリル。ミスタードリル、クソお世話になりました。このご恩は、ああ、なんかあったね。このご恩は一生忘れませんかいね。で、終わりかいね。このピラフは世界一うまいってやつよね。違うね。まあそんな感じで、今から作業していこうかなと思います。じゃあ、ありがとうございました。やば。